は、五十嵐レイです。この動画では2022年4月の26日に金沢競馬場で開催されます競馬カフェプレゼンツ中山香織ミズファビュラス日本大会出場記念金沢6レースの予想をお届けしたいと思います。多分ね、今まで配信した中で一番長いレース名ですね。朝日杯フューチュリティステークスに続くぐらいじゃないですかね。はい、ということで、このね、金沢競馬場というのはもうね、この私の番組をずっとご覧いただいている方だったらわかると思うんですけど、もう私の庭的な競馬場すみませんね、ですよね。はい、ですので、もうここはね、もう金沢競馬場の大先輩としてもうバチッと当たるところをお見せしたいと思います。では本命に選びましたのがアイドゥです。金沢競馬場も含め地方競馬は好調なジョッキーにも注目が必要なので、今回もね、好調な青柳正義騎手が騎乗するこの馬を本命に選びました。それでは今回は3連複一等軸流しの軸馬にアイドゥから勝つかも、そしてミハルプリンセス、そしてデルマジュンディ、それからオープンセサミ、以上の4頭に流した6点で勝負したいと思います。はい、ということで、中山香織ミズファビュラス日本大会出場記念の予想をお届けいたしました。いやね、香織ちゃん頑張ってほしいですね。はい、ということで、来月はですね、なんとゲートウェイも7周年ということでイベントを企画しております。ですので、またね、決まり次第ご案内いたしますので、よかったら楽しみにお待ちください。以上、いかない